ました。ここでいいですか、ね。こんにちは。こんにちは。もう喋っていいの？はい、喋っていいです。巷では文ちゃんって言われてるんです。文ちゃんですか？文ちゃんです。中村さんじゃなくて文ちゃんって言っちゃう。というのはこの文ちゃんっていうのはなんで文ちゃんって言われたかっていうと、ボウリングやってたから、ボウリングゲーム。プロボウラー？いやいや、アマチュアです。だからマイボールも持ってるし、マイボール持ってる。持ってます。それ自分の、あの靴？ソックスは持ってないでしょ？靴です。それは買ってます。アベレージどのくらいですか？最高のアベレージは250までいってます。すげえじゃん。でもあのでもなんていうの、なんていうんでしょう、落ち着いてないからすぐあの、あ、250いったいいな、これもうちょっと伸びるかなっていうともう上がっちゃってダメ、あ、ドキドキしちゃう、ドキドキしちゃう、ドキしちゃってね、ドキドキドキと、あれあの静岡のねトマトボール、トマトボールそこでボーリングやったわけ、チーム組んだりして、それと企業対抗のボーリング大会があってね、さあ、はい、今日も、15日でしたよね、15日ですか、15日、昨日14日、15日ね、15日ですね、はい、1月の15日、はい、水曜日です、水曜日ということでね、はい、まだ誰も来てません、来ないです ね、中村さんが今日、最終回ということで、ということです、はい、ありがとうございました。また気が向いたら来そうな気もしますけれども最終回して来月はまた顔出してたって、こんなことやるバカだからどうしようもないんだけど、中村さんが最終回になっちゃうと、まあ、水曜日はね寂しくなりますね。いやいやいや、もうみんな賑やかな面白い人たちばかりだから、そうですか、うん、あの人、ね、ダメだな、脅されたなとかね、まあ、しょうがないですよ、水曜日は ね、なかなかね、うん、黒巻きで後ろちょっと今日かっこいいでしょ、ね、なんかこのこれねどっかの聖堂ですよ、これはね、その帽子いいじゃないですか、この帽子はね、毛糸の帽子です、あったかい、すごく、どこで買ってきたんですか、これはどこだったかな、僕ホームセンターかな、一個も持ってないんですけども、これ安いから100円ぐらいで売ってますか100円は無理かもわかんないね、あ、ねワークマン行くとね、うん、ネックウォーマーね100円で売ってます、100円ですか、あ、安いね、それだったら多分300円ぐらいじゃないですかね、ピンポーンって言いたいけどもう忘れちゃった、最近ワークマンが人気があるもんで、あ、はい、うん、僕が履いてる靴もワークマンなんです。ワークマンですか、ね、3ヶ月待ちでしたからね。あ、うん、あのこの前ね、うん、人参持ってずっと来たら転びそうになったよね。なりましたね。うん、あれね、よく考えたら、うん、履いてる靴が合わなかった。あ、靴がね。うん、よく見たらね、重い。それで、ちゃんとフィットしてないから。フィットしてない。うん、だから、うん、歩いてても脱げそうで。年寄り、もう年寄りなんだけど、うん、年寄りが歩いてる、年寄りが歩いてるでね、もう年寄りですけどねずる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 言ってるからね、まあ、中村さんと同じぐらいの世代ですよ、僕も、あ、そうですか、うん、明治ですか、ね、明治時代じゃないでしょ違う、明治じゃないね、令和でもないね、昭和でしょ、昭和です、ね、いい時代でしたよ、昭和は、今、うん、昭和といえば何か思い出すことありますか、昭和といえば、うん、昭和枯れすすぎあ、歌、いや、何でもいいですけどね昭和といえば、昭和といえば、うん、仮面ライダーとかね、仮面ライダー好きですか、仮面ライダーだって小学校からやったからね、小学校からね、うん、仮面ライダー、うん、それとかウルトラマンとか、あ、ウルトラマンね、あれ人気あったね、ありましたね、隠したハリマオとかさ、解決ハリマオですか、あったね、連続テレビ、小さい時 何見てたんですか、テレビは、テレビはね、はい、うち川根じゃない、川根だからテレビやってない、
テレビある電波が来ない予想入ってそこへみんなの面白い番組やると、うん、その家行って上がり込んで、うん、それで見てたの。ああ見てましたね、それはね。そう、うん、近所の人うち来てました、それは。見に行ったわけね、東京オリンピックとか。そうそうそう、ね、あの僕が見たの最初見たのは前の天皇陛下、うん、昭和天皇です。昭和天皇、はい、平成昭和天皇なの、ね、昭和天皇、ね、昭和天皇、ね、うん、その結婚式行った、行きたかったけどね、見てた。あ、見てた、うん、昭和天皇の結婚式やったんですか、テレビで。やった、白黒でね、うん、僕まだ生まれてません、その頃に。ちょっと母親の腹の中で見てたね。うん、多分そうですよね、うん、ね、うん、だってオリンピックの時にはもう浩宮、今の天皇、生まれてましたからね。あのね、オリンピックの時はね、うん、あのサラリーマンだった。もうオリンピックなんかいい思い出あります？オリンピック、東京オリンピック、東京オリンピックね、僕あの頃は、うん、あの旭化成って会社があって、そこで参考体だったの。ああ、旭化成ね、うん、そう、そこに旭ガラスっていうのもあるじゃないですか。あります、ね、その当時はね、何作ってたんですか？旭化成は肥料です。あ、肥料ね。肥料とね、あの繊維物、繊維、あの布ね、布の糸、うん、アクリルみたいな。アクリル、そう、アクリル繊維の製品だった。へえ、化学製品化学製品作ってるんですね、うん、そこでね、そのどこにあったんですか、こういう。あれは富士市鮫島。ああ、うん、そうです。給料良かったじゃないですか、旭化成。参考体で、ね、給料安くて、うん、給料、当時の給料ってどうなんだろう。参考体だったら全寮制とかじゃないですか。寮生活じゃあお金貯まるじゃないですか。寮楽しいじゃないですか、参考体だと。いや、引っ込み思案だったから、ね、何その時話ができなくてさ。今してますけどね。あ、これって話の成長しました、ね、これって話、うん、そうだね、年も取るけどね、成長して年も取って、うん、ね、ボケることもするし。旭化成を卒業してどこ行ったんですか？卒業してね、うん、あの旭化成そのものが、うん、僕らの場合あの昼間の勤務だと3時半で終わるわけ、うん、朝7時半から始まって3時半もうその足であれじゃないですか、飲み行かなきゃいけないんですか。飲み行かなきゃ。飲んだのが悪かった。往生ギャルと一緒に飲んだのが悪かった。胃を壊した。胃を壊した、うん、あの九州の人多いわけね。九州はバカ飲みする。参考体終わっていく感じと焼酎、ね、焼酎、その焼酎も強いんだよ。別に九州の人と飲み行かなくていいじゃん。だって彼女作って彼女作って引っ込み思案でしょ。だから彼女に声かけるっていうのは全然で恥ずかしくて恥ずかしい、うん、そんな部分の時代があったんですね。あったんだよね。どこでどう変わっちゃったんですか？どう変わったんですか？旭化成自体が男の会社だからね。うん、男子が多いわけ。女の子はいなかった。研究室とかね、ジムとか。ああ、ジムとかね、うん、いいじゃないですか。誘って行ってくださいよ。いやいや、ね、話しかけるだけで震えちゃって、ね、震えちゃってね、ダメだね。社員なんだね、みんな男はね、みんなね、困ったもんだね。あそこにいるのは何したって声なんか書いたことない、ね、ああ、そうですか。今はどうなのって、今でもダメ。ああ、いいですよ、それで、ね、おうおう、遊びすぎじゃない。いや、何？そう、遊びすぎやね。あーって大体遊びすぎでしょ。いや、今日ね、なんか眠くなっちゃいましたね。今日昼間暖かかったじゃないですか。暖かったね。ね、風がね、今風もないくてね、いいですよ。静岡県暖かくていいですね。ね。ね。風が冷たくてね。中村さん、趣味は何なんですか？趣味ですか？仕事。仕事何にすることが好きなんですか？野菜作るのが趣味です。野菜食べることは？食べるのは料理は料理全然やんない。あ、そうですか、うん、だって昔そうじゃない。え、男がね、うん、勝手場入るっていうのはとんでもない話だっつって。あ、そうなの。田舎の人はそう言ってた。男は勝手場入るんだよ。あ、勝手場入っちゃダメなんですか？ダメらしいんです。だからそれでずっと教育されてたから。うーん、まあ男がね、もう川根では野菜作りはしてないんですか？
母の実家はね、うん、お茶作りだった。あ、お茶ね、うん、だから、うん、ねえ、その頃のお茶作りっていうのは消毒も何もしなかったの。川根のお茶は結構有名なんじゃないですか。有名です、はい。ああ、ちょっと電話が入ってきちゃいました。もしもし、お疲れ様です。今ちょっとお届けます。あ、はい、お待ちしております。はい、はい、どうも、お願いします。ということで、はい、いいですか。電話が入っちゃいましたね。電話が入って。今から来るということでね。ああ、すごい人。まあ、ちょっとその。青木さん好みの人でしょ。うん、まあ、全部好みですけど、ね。全部。ほんと、あの、好みの人が集まってくるて、うん。お好み焼きじゃなくて。いいですよ。ね。うん、まあのんびり生きていられればいいです。 そんなアクセサー働かなくてもね、うん、自給自足のだね、生活ができればいいんです。健康でね、楽しくね。どうですか、健康法なんかありますか、はい、健康法ですか、はい、健康法今やってないじゃないかな、畑畑で。そうですか、うん、あの正月ね、はい、実家帰ったんだよね。川はね、帰った、うん、帰って帰るとき、はい、滑ってさ、腰、ここを腰を痛め、玄関を降りるときに、うんうん、もうこれ上がり鼻って言うんだよね、川根の方ね。川根って滑るんですか、うん、滑っちゃった滑っちゃった、あーつだって、ガチーンって。ぬかるんでたんですか。いや、あの家の中だから。あ、中で転んだんですね。そう、玄関を降りるときに。年取るとね、家の中で転んで骨折しますからね。怖いよね、うん、気をつけてください。骨折したら最後で寿命、今の年でね、うん、骨折したら、うん、そうしたらもうやっぱ寿命縮まりますから。縮まる、うん、だからうちの中ではね、転ばないように工夫してください、うん、ね、うん、で転んでもいいようにモフモフのね、クッションみたいな服を僕着てるんですけど、うちの中でもね、うん、転んでもいいし、寒くもないし、そういう、安全な服を着てます。足も転ばないように。いや、今ね、ちょっと思ったんだけど、うん、角になってるね、丸い角は取ってあるんだけど、うん、転んでもいいようにこうクッション置いとくといいのかなと。うん、そうですね、倒れてもどっかにぶつけないようにね。ねえ、それより腰から落ちるのは一番良くないです。尻餅ついたり、パツンと当たって、ドシン。腰の骨も折れますから、ね。やっちゃった。うん、でもなんでかね、まだ骨折ったことないからさ。仕事で骨折ってるけども。年取るとね、うん、カルシウムが付属するんだね。だからどうすればいいかって言ったら、カルシウムをいっぱい入ってる食品を食べる。カルシウムがいっぱい入ってる食品って何で。海藻ですね。海藻ね、うん、こう言ってくる海藻って身の中に入ってる海藻ね。そうです、昆布ね。そう、昆布とかね、うんうん、わかめとか、ね、わかめ、そういうのを食べてください。ひじきとかね。ひじき、そう、ね、やっぱりね、その牛乳とか下手に飲むと。牛乳は日本人に合わないっていう話は聞いた。本当なの。これは毒ですね。あれは牛さんの血液ですからね。あれ血液になるの。そう、お乳、血液ですからね。牛さんのさ、お乳飲んでなんで栄養になるんですか。でしょ、おかしいじゃないですか。誰かが作ったんじゃない、その辺に。うん、だから牛さん、ストーリーは作ってさ、牛さんの飲み物だから、ね、うん、人間飲んじゃダメですよ。そうだね、もう嫌だくらいの方がいいね。だから、うん、わかめとかね、うん、やっぱり自然のものだよね。そう、自然のもの、うん、そう、そういうのを食べてください。はい、いいですか。あ、僕ね、おのりは食べますよ。食べますか、うん、はい。で、おのり食べるとどうなるかっていうのをね、ある意味ちょっと実験を兼ねてですね、うん、やりました。うちの子供が小さい時、うん、うん、まあ、あんまりまあ、好き嫌い激しかったんで、うんうんうん、で海苔食わしといたら海苔は好きみたいにバリ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 食うんですよ。食べますか、はい、で牛乳はあんまり飲ませたくなかったんで、うんうん、海苔をとにかくいっぱい食べさせたんですよ。そしたら未だにね、虫歯一本もないんですよ。あー、強いね。多分ね、カルシウムだと思いますね。
服なんかもう半分抜けちゃってるよ、約半分。虫歯になっちゃう。虫歯にならないですよ、だから乗り食ってれば。ならないって、うん、だから今日なんか入れ歯忘れてるから、空気がスー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 抜けちゃう。スースー抜けちゃうんです、ね、抜けちゃう。だから海苔食べて牛乳飲まずにお湯飲んで、で炭水化物は取りすぎずないように、で人参を食べ て, 食べて、あとは深呼吸して寝るだけですよ。へえ本当だよ。まあほぼそんな生活してます。あ、そうなんだ。朝飯は食わないです僕ね。うん、まあ、ほぼそんな生活ですね最近ね、うん、仕事あの畑に入ってるでしょ、うん、10時になると必ず腹減る。いいじゃないですか、動いてる証拠ですよ。腹減るから。腹減ってじゃあ何を食べるかしたら、あんパンとかね。あ、あんパンいいじゃないですか。甘党だから。あんパンいいですよ、あんパン。あんこ、あんパン、うん、あんパンいいですよ、あんパン。あんパンにね、なんでシルコ飲むのって、甘党だからシルコ、ええなぁ、シルコ飲む。なんか、また綺麗な方が今から見えるさ。あ、そうですか。楽しみです。そう、甘酒を飲みながら。しっかり喋ってくださいね。甘酒を飲みながら。あっち行くと思いますんで、しばらく喋ってくださいよ。喋るの？じゃあ、野菜の原点は何でしょう？そうやる。昔の野菜作りって何だったの？何だったんでしょうね。ねえ、野菜の作りの原点っていうのが、それが今の健康の中にあるんじゃないかなって。おう。だから今はね、野菜作るために肥料を入れたり、はい、虫がついたからって消毒したりとかしてるけど、はい、その消毒は、はい、それ消毒食べて大丈夫なの？消毒なんか食べ続けてないよって言うけど、食べちゃう。ちょっとかけただけでも消毒そのまま残ってるから。ほらほらほら、綺麗な方も。あれ、あれはまあちょっと、はい、一人でお願いします。こんにちは。こんばんは。大事だね。ありがとうございます。会ったことあったっけ？あります。いただきました。あ、人参ね。あれはまあまあまあ、今日持ってきてないんだよただ来ればあるよ、事務所の方に。いえ、あ、撮影、ここ撮影するの？ええ、嘘、マジ？それ本当に？ちょっとこっち来ませんか？あれは本当に来てもいいだよね。あ、仕事なんだ。あれまあ、やいやい。いや、野菜の原点って何だろう。野菜の原点、昔の野菜ってどんな作りしてたのかなって思います。それで昔の野菜作りっていうのは、今も今みたいに化学肥料もない、それとか消毒もそんなにないような気が、強い消毒はあったかもしれないけど、ではないんだけども、なんかこの小さい頃は、この秋口なんかは山へ行って杉を取ってきて、それを張った、うちは茶農家だったから茶畑に入れて、それをどん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 入れて次のお茶の収穫に備えてたと。だから肥料つく、消毒使わない代わりに、虫がついた、赤谷がついたのを下からずっと刈り取っちゃって、それで新しい芽を吹かせる、そんなことやってた覚えがあるんだけど、それとやはり消毒をするようになったのはいつ頃だろうか。化学肥料をどんどん撒くようになったのはいつだろうかって。昔はジンプ撒いてたんですけども、そうするとお茶のスタンとかに、前トイレットペーパーなかった時は新聞紙使ってたから、その使った新聞紙を
が、あのお茶の下に葉っぱについちゃう。それと、お茶、じゃあ今飲んでるお茶はうまいだろうかっていうと、いろんな味が入っちゃってる。なんだろう、あの消毒すれば消毒の味、化学肥料使えば化学肥料の味、いろんなものが交差しちゃって分かんなくなっちゃってる。でもほんまものの本当のお茶の味は今は全然分かんないと思う。限定のものがないといいお茶できない、いい お茶を飲むことができない。だからよく川根の方はがんが少ないって言ってるけども、がんが多くなってるなーって気もします。それで昔はお茶摘み行くとお茶の木の間から出てくるあの水を使ってお湯を沸かして飲んでた。でもそれをやってるうちに何か変な病気に出てしまった。だから野菜作りがおかしくなっちゃったなと、お茶作りもおかしくなってるなと。楽になったお茶作りが楽になった以上に何か昔の味が出てないなって気はしてます。だからよく新芽が出るとあの天ぷらにして食べる。その天ぷらを僕らから見ると怖いなと。やっぱ限りなくゼロになる、ついてるものが農薬がついてるものがゼロになるっていうのはここはありえないなと思ってます。あとはね、やっぱね、野菜っていうのは子供が喜んでも食べてくれるような野菜でないと意味がないなと。そうすると子供がもっと欲しくなるような野菜っていうのはどういうのがどういうやり方がいいのかな。でも自然の法則にとった野菜作りすればやっぱ子供が食べるような健康な野菜ができるんじゃないかな。今6年になります。この今やってる炭素単純農っていうのちょうど今年で6年でした。それまでは何やっても胸腐りしたいとかいろいろ変な風に野菜が出来上がってくる、人参出来上がってくる、そういうのがありました。今年はどういうわけだか知らないけど、雨がどんどん天気悪くて太陽が後の時間が短くなった。だからやっぱ野菜の方にもかなり影響が出てる。だから今年はダメじゃないかなと思ったら逆に思ったより良くなってきてる。やっぱ自然に沿った野菜作りすれば土が応えてくれるなって、という感じがします。でうちはあくまでもこれはもう自分では肥料をまいたり何かしてやる野菜作りはしてないんです。もう6年間それを続けてある人に会ったことによって肥料を使うんだと、肥料で野菜ができるんじゃないんだよ、それ使ってくれるのは作ってくれるのは土の中の微生物生き物なんだよと、だから生き物が嫌うようなものは使っちゃいけないよと、そういうことを教わって、それで今ずっと畑作りやってるんだけど、だいたい野菜作るに野菜まいたりするに堆肥を入れましょうとかってやる農業が多いと思うんですけども、うちは堆肥は使わないよと。それでも使ってる可能性もあるんだけど、まあほとんど使わない。その時に税込で大体どういう価格なんてやるんですか。
あの野菜が堆肥を使うと野菜が堆肥まで吸ってしまうし、中にはあの抗生物質も一緒に吸ってしまう。それ吸っちゃったら人間食べちゃう。それが本当にいいのかな。そういうふうな、そういうふうに思うようになった。まあいろいろベラ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 バカみたいに喋ってるけど、まあ今回は今日が最後ということで、ぜひあの変なこと言って、おじさんが変なこと言ってたってことで、まあできれば覚えておいてくれれば嬉しいです。今度のね、今度の日曜日、藤枝のレンゲジ池公園ボート乗り場前で、うちの区が作ってる畑で、あのできてる区がやってる畑でできてる野菜、人参、さつまいも、かぼちゃを持ってってマルシェに出てます。試食も持っていくから、その試食を味わいながら、ああこの野菜だったら大丈夫だなということで味見して、うまかったら買ってちょうだいということで、あ久しぶり、久しぶりかね。後ろからアラマ。今何時ですか？ああもうボツボツですね。はい、ここでいよいよ6時半からワクワク菜園クラブの健康ドカンが始まります。同じように出てきます。この顔見たくないと思ったら他に番組に返してください。そういうことでありがとうございました。青木さん、時間です。よろしく。まだね、大丈夫。芸能事務所？目がかかってくる。そう、芸能事務所って聞くとさ、レンゲジで待ってます。終わりました。じゃあ、一応終わりましょう。全然いいです、全然いいです。前説で今終わったの、はい、終わりました、はい、ちょっとね。